岡村隆史さんのオールナイトニッポン、はじめ千歳会館がですね呼ばれて、なんとノベルティが届いたんですよね。ちょっとじゃあ初めて俺映したらダメなんですよね。映したらダメこれは。おおゲットしました。開けます。すげえ、これがノベルティ。すげえ、岡村隆史のオールナイトニッポン木曜深夜1時って書いてる。とりあえず何にとは言えませんが、ありがとうございます。これでまた頑張ります。あと3つノベルティゲット僕が一番最初にしますんで、皆さんもねぜひ僕みたいにノベルティもらえるように頑張ってください。最高。どうも、ニューヨークです。お願いします。うん、岡村さんのオールナイトニッポンでハガキ読まれようの、対決あったじゃないですか。はい。僕たちとエントリーしてくれたリスナーの方で対決して、先にリスナーの方が勝った場合、僕らが、5000相当のプレゼントをリスナーに渡すと。うん、でバトルになったんですね。あまりにも我々が、うん、まあ一回採用されたのか。採用されてる。で、俺、でもまあそれっきりなんで、うん、ちょっと、まあ、火つける意味で。ケツに火つけたってことで、リスナーさんたちと、はい、対決という形になったからね。そうです。はい、で、まあエントリーする方はラジオネームを僕たちの、方に送ってくれというふうに言ったところ、こちらがエントリーしてくれた方々と。僕らと対決したいと。すごいよ。すごいいるじゃん。めちゃくちゃ舐められてるじゃん。めちゃくちゃいるじゃん。ね。俺らとハガキどっちが読まれるか対決したい。まずまあはじめ千歳会館の僕ですわ。はい。で、右折くん、これ表になってるんだよね。もう表、あスタッフさんの表にして今、はじめ千歳会館はセルゲイブブカで1っていう風になってますね。あ、はいはい、で、お前の右折くんは0ね、はいはいはい、1つも読まれてないというね、はい、これは、はい、お前、箸にも棒にもかかってないから、お前のやついや、まだ1個しかかかってないで、時計だらけのオレンジさん、あー、はじめ千歳会館みたいな、いや、別に影響されてないよ、全然時計だらけのオレンジ、時計仕掛けのオレンジ、うん、そうね、そうね。で、5代目バチェラー、はい、5代目いいですね。犬大丈夫、あれ犬大丈夫もうよう見る ね、 ね。これ爆笑問題カーボーイで、年間でメール1位、やばっ、すごすごいやん。そんな人が聞いてエントリーしてくれて、聞いてくれてるんですね。爆笑問題さんで1位ってだいぶやばいんじゃないですか。だいぶやばいと。おお、その方がじゃあ今まで岡村さんのまだ送ったことなかったんですかね。まあ、常連ではない。デビュー戦反則負けた。これはもうよう見るね、俺らのラジオで、うん、で、カルパッチョ、あ、カルパッチョさん、はい、出ました、みかんジュース出ましたね。ほんとにかっこ屋敷ゆか僕の母親です。みかんジュースです。めちゃくちゃセンスあるやん。一番面白い。お前にみかんジュース送ってるしな、誕生日。なんやかや、みんなほら、みんな時計だらけのオレンジとかさ、五代目バチェラーとかさ、ひねんねん、頭のパンスマとか、いや、みかんジュースが一番面白い。ひねってないから、脳みそそのまま出してるから。これは強敵よ。これは強敵よ。お前のところ、母ちゃんも参戦してきたか。もう、岡村さんの口から、ラジオネーム、みかんジュースって言う可能性があるんやから。うん。それがすごいよね。これはちょっとダークホースかもしれない。で、次がマロンパンケーキ。マロンパンケーキ。はいはいはい、はい。で、黒猫4匹。そして、オモプラったね。はい、とりあえず今のところ以上。何人ですか、だからこれ僕ら以外で。18。はあ、すげえ。こっから増えるかもしれないですか。まあ随時募集してるわけですもんね。なるほど、すごい。じゃあこの辺の人たちも、今週送っていただいて、誰が読まれてるのかをちょっと聞いていきたいなと、はい、思います。ビタンね、出た、黒猫4匹。おこれだ、すげえな、黒猫4匹。はい、すごいですね。1ポイントゲット、黒猫4匹はこれで。今んとこじゃあエントリーした人の中では黒猫4匹だけが1ポイント、それ以外は横一線。横一線だ、俺と黒猫4匹が1位ですね、今1位タイってことですね。1ポイントずつで、うん、低いけどね、レベルが。なるほど、大変でしょう、これみんな分かったじゃないですか、うん、いかに厳しいか。
黒猫4匹だけだもん。いやそう、俺もだからここで山ほどみんなが読まれたら焦るけど、うん、まあ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 まだまだ全然頑張れます、はい、はということはちなみに今週2人は読まれてないですか。はいはい、すみません、ちょっと負け癖がついてるねまあまあまあ、なんていうんですかね、なんなんだろう、まあ掴めてないだけっていうそうそう、コツさえ掴めばもう掴めちゃえば、多分もうバーっていけんすけど、まあ、まだなんかね、ちょっと掴めてないだけ、掴みきれてないだけ、うんうん、それがダメなんじゃない。まあまあそうなんです、掴めないのが、はい、くそうんうん、でも俺らのラジオやと山ほど読まれるデビュー戦反則負けとかもやっぱ一枚も読まれないですね、岡村さんとかやと。まあ差が読まれてない量がねなんかそれも悲しいんですよ。うちのエースが満を持して岡村さんのところに行ってくるよ。デビュー戦反則負けなんてなんか3枚連続で。いやそうよ、俺らもまたデビュー戦反則負けやみたいな全然じゃん、岡村さんのなんか中学ではもうこいつキャプテンやったのに強い高校行ったらやっぱ補欠だやん。すごいな、全然レベルが違うんだな。レベルが違うんだ。いや負けてられへん。 UFC とアマチュアのシュートぐらいないや俺らも UFC でさ白星あげたいよ。いやそうね、ちょっと頑張りましょう。頑張ろう、うん、ほんでゆくゆくはもうほぼここやんみたいなさ。そうね、もうこ今回のこの企画を機に、うん、もうこのみんなでね、うん、岡村さんのもうラジオジャックしちゃろうってぐらいの。またみかんジュースかいなみたいな。うんなんや最近よう聞かんやつばっかなみたいなね。それがこのみんなこのメンバー。そうそうそう、かっこいいやん。ちょっとこれはもう逆に一丸となって、うん、そうね、ジャックもう岡村さんのラジオをぶっ潰せぐらいの勢いで採用されまくりましょう。ちょっと気合い入れて潰さんではいいよ、みんなで。うん、あと潰れんしな、うん、頼むぞみかんジュース見てるかみかんジュースどんなの送ったか気になるわみかんジュースの何にお前の母ちゃんに関しては採用されなくても毎回発表するじゃん何にどんなの何枚送ったんやろ。めちゃくちゃむずいぜ。だって送れるかまずお前の母ちゃん。よく送れるわ。ちょっと聞いとくわ何送ってるかみかんジュースに気になるな。でもあの送る前に写メ撮ってもらって。ああいいですね。でもみかんジュースはあの人生でハガキ書いた回数一番多いからね。多分その中では確かにな。ちょっとじゃあそれも楽しみにしておきましょう。はい、皆さんまたお願いします。頑張りましょう。はい。